Good evening. こんばんは、皆さん。今日は何があったか。11月1日、11月1日ですね。The 1st of November. で、What is most important today? Today's breaking news is the postponement of what is called center examination.University Center for Standardized Examinations。 これがいわゆる、入試センターですが、センター試験、で、センター試験の民間導入、これが、延期になった。 postpone、 中止っていうと、はい、cancel、call off、cancel、cancellation、中止ですね。これが正式に決定された。誰によって、The Ministry of Education、The Ministry of Education、Education Minister、Mr. Somebody、帽子が、閣議、キャビネットミーティングの後、記者会見した。プレスインタビューしたわけです。はい。で、YouTube での動画を見よう。共通試験民間試験導入問題。で、18歳の方は、18歳選挙権がある。選挙権は使うべきやと。権利は行使しないと、何の役にも立たない。18歳選挙権。これは徴兵制と各国では、関連しています。で、徴兵制、兵隊になれ。その代わりに選挙権をやろうということです。日本は、20歳が知らん間に棚からボタン持ち式に、18歳選挙権というのが外圧によって、外からの圧力によって導入された。ですよね。それから、アメリカでやってる、ジュアリー裁判員制度、日本の裁判員制度と、陪審システムは決定的に違いはありますが、もうこれも、導入された。どこから外圧によって、外からの圧力によってということぐらいは学んでいますね。学校では習っていなくても。で、センター試験はとにかく1年間延期されたと。センター試験に伴う、センター試験名前改め、共通試験に伴う、外部試験、英検、GTEC、覚えるべきは英検、GTEC。GTEC は岡山の企業、岡山の超優良企業。GTEC。まあ、だけど、本日11月1日、2019年の、文部大臣の記者会見では、今から1年をかけて、民間試験、英語民間試験導入を、5年後をめどに導入するかどうか、それを1年間議論すると言ってます。じゃあ、1年後の、2021年度試験はどうなるのか、民間試験、外部試験だけは延期すると言ってるわけで、新試験は導入するつもりですよね。
新試験導入されたら何がわかるかっていうと、その問題を見る限り、何をっていうと、大学入試共通テスト。大学入試共通テスト。思考問題を見たら、英語は、リスニングが、1回だけ聞いて回答する。難しい分、100点中52点分難しい方は、英検と同じように1回だけ聞いて、答えを書く。これで難しくなります。国語は、長さが短くなる。特に古文と漢文は短くする。だから現在よりは、センター試験よりは優しくなるであろうと判断されている。まあ、しかし、じゃあ、書かす問題はどうなるんだ、誰が採点するんだということはまだまあまあ未定です。数学、決まってるのは数学式を書かすのはまあやめとこうと。で、今までと同じような形式でやるというところだけは決まってると。で、何度も言いますが、試験を、つまり、中央官庁が一旦決めたことを、やめるということは、めったに起こらない。いくら与党、野党が、The Ruling Party、Ruling Party、R-U-L-I-N-G、Ruling Party 以外のオポジションパーティーがいかに反対しようと、そういうことは気にせずにやっていたのをやめるということは、よほど世の中の動きが、これでは耐えられない。下手したら内閣が倒れるという判断があったから、待ったをかけたわけです。それぐらいわかりますね。で、何が言いたいかというと、まあ、世の中の動きを知っておこう。それを簡単に、まあまあ、まとめてみようと。何語であっても。それから、言葉については、エスペラント語、日本語からエスペラント経由、英語で言った方が手っ取り早い。特に耳を鍛えるには。はい、以上でした。はい。